侍ジャパン村上宗隆。チームの4番としてもっともっと結果を残すこと。この日は3番に大谷、5番に吉田と、メジャーリーガーに挟まれる打順となったが、すごい刺激になってますし3月9日からですけど、しっかり意識してやりたいなと思います。チームとしてはすごい点の取れる打順なので、もっと僕が打てるようになれば、大谷さんがもっと楽に打席に立てると思うし、チームの打線の中心として僕も、もっともっと頑張りたいと力を込めた。背負わんで楽にやれよ。言うてまだ23屋敷追わずに行けよ。ホームランだけが野球じゃないで。どっちかが打ちゃえんや。ヤクルトやないんやから、気楽に打てよ。大谷みたいに大きいの打たなくていいから、大谷に喋りまくれよ。バットもらえるんならもらえ。気負いしすぎるなよ若いんだから。韓国戦とか大谷敬遠されるやろな。気負っていいことなんてないんやから気負いすぎんなよ。現状大谷の後ろが罰ゲームすぎるな。メジャー行くまでに色々と変えればええんや。今は自分のできることやれ。でも史上最年少三冠王やしな。慣れてきたらそれなりに打つやろ。プラスに考えればメジャー行ってから現実に打ちのめされるより、MLB トップの打者を今のうちから間近で見ることできてよかったやん。大谷見てたら筋肉強に入信するけどええんか？吉田3番、大谷4番、村上5番でええやろ。普通にこれでいい。マジで力んでそう。1ヌートバーに大谷、3吉田4村上5近藤。みたいに調子のいい選手で大谷と村上を挟むのがいいかもね。このチャンネルでは南 J でのプロ野球やメジャーリーグなど、最新ニュース、注目を集めている話題をまとめています。頑張って更新しますのでお見逃しのないよう、よかったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。高評価もいただけましたらとても励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。